はい、こんにちは、ザツです。今日はですね、関西国際空港にいます。いきなりですね、北海道へ出張ということですっ飛ばされましたので、ちょっと向かっていきます。6時発札幌行きのピーチで行きます。 MM117 便ですね。まだ時間ありますんで、ゆっくりします。第2ターミナルへはバスで行くんですね。なるほど。建物の中に入ったのに外に出されました。無料連絡バスがこちらから出てるみたいです。ちょっと遠いんですかね。ピーチの飛行機が4機、5機、5機見えますね。というよりほとんど外国の便がないので、ピーチばっかりみたいです。すごいですね、ある意味。駐車場がガラガラですよ。すごい。はい、第2ターミナルに到着しました。チェックインします。はい、それではチェックインします。搭乗手続き完了ですね。はい、呼ばれましたんで向かってます。上の物入れまたはお客様の一つ前の座席の下へご収納をお願いいたします。飛行中は気圧の関係で水漏れが発生いたします。飲み物を含む液体類をお化粧室はご使用いただけます。前方に1箇所、後方に2箇所ございます。どうぞご利用ください。またお座りになられましたお客様より前にシートベルトをねじれや緩みのないようしっかりとお締めください。機内設営に切り替えてください。メール送受信、電話での通話は。
しっかりお締めください。一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。あとアナウンスが入りました。外真っ暗ですね。皆様、まもなく着陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。シートベルトは引き続きお締めのままでお待ちください。航機時の混雑緩和のため前方位置から新型コロナ、感染拡大防止対策にご協力いただきはい、新千歳空港に到着しました。荷物を取りに行きます。これからですね、札幌へ向かって電車で移動して仕事になります。では本日はご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも良いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。励みになります。